本庄の皆様、東今治区、北今治区、西戸区、西今治区の皆様、こんばんは。かわいい子が参っております、本日は3年ぶりの延期式大社高岡神社宵宮祭、皆様とこのように迎えることができたこと、心より感謝するとともに、皆様方といい祭りをしていきたいなと思っております。そしてまた大変お忙しい中、清本市長も高岡へ激励に来ていただいております。ただいま温かいお言葉をいただきました。我々高岡の地域を守っておる連合自治会、ここに3名並んでおります我々の自治会長でございますけれども、皆様のお力をいただいて、非常に今現在高岡連合自治会いい状況で推移しているのではないかなと、このように感謝申し上げる次第でございます。今後におきましても、ますます皆様方のお力添えをいただいて、ますます高岡を盛り上げていって、そして高岡に住んでよかったなと、清本市長はいつも住みよい姫路ということで全国に発信していただいております。我々高岡住んでよかったな、高岡このようになることを絶対ここにお集まりの皆様方リーダーシップ取っていただいて、いい高岡を作り上げていただくことは間違いないと確信しております。